もお肌みなみちゃんです。今回も不正防止画面であるアンチパイラシースクリーンをレビューしていきましょう。本日は映像コンテンツ系のアンチパイラシースクリーンを見ていきたいと思います。まずはボイスロイドことのはあおいちゃんのアンチパイラシースクリーンから見ていきましょう。まずはことのはあおいちゃんのアンチパイラシースクリーン。あおいちゃんがチョコミントアイスが大好きだという歌を歌っています。著作権の関係で曲は飛ばします。あおいちゃんの歌を聴いていると突然画面がフリーズ。ただいま技術的な問題が発生しています。改善までしばらくお待ちください。現在お使いのソフトウェアは海賊版である可能性があります。詳細は取扱説明書を参照してください。この注意を無視していると警告画面が出現します。現在海賊版はことは葵ではありません。今すぐ PC の電源を切ってください。海賊版は10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金が科せられます。詳細はことは葵の取扱説明書をご覧ください。海賊版は著作権法という法律に違反します。繰り返します。海賊版はことは葵ではありません。今すぐ PC の電源を切ってください。海賊版は10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金が科せられます。葵ちゃんの顔が詳しくはことは葵のホームページをご確認ください。これを無視すると最初のジャンプスケアが発生。再度繰り返します。違法コピーは法律で禁止されている重大かつ深刻な犯罪です。ボイスロイドのホームページを参照するか警察に連絡してください。著作権法に従って海賊版違法コピーを行うことは重大な犯罪です。このまま海賊行為を続ける場合はさらに重い罰を与えます。ついに葵ちゃんが泣き出してしまいました。あなたはもう終わりました。ボイスロイドのサポートに連絡するか警察に自首していない場合は最大かつ最高の罰を与えます。この罰は我々は責任を負うことはできません。あなたは死ぬかもしれません。そして最後のジャンプスケアが発生。ことのは葵ちゃんのアンチパイラシースクリーンでしたが、いかがでしたでしょうか。続いてはアニプレックスのアンチパイラシースクリーンを見ていきたいと思います。続いてはアニプレックスのアンチパイラシースクリーン。鬼滅の刃や銀魂などを作っているアニメ制作会社ですね。信号を受信できません。信号がキャッチされずアニメが放送されなかったみたいですね。引き続きビデオを閲覧することは危険です。これ以上閲覧することは控えてくださいと注意書きが行われます。海賊版ディスクが検出されました。直ちにビデオの電源を切ってください。そして警察に通報します。逃げても無駄です。覚悟してください。懲役や罰金の可能性があります。なんだかワサップジョルの実を感じますね。ブルーレイディスクの番号を入力してくださいと番号入力の指示があります。最後の警告です。直ちに電源を切ってビデオデッキを警察署で確認してください。海賊版は法律で禁じられている重大な犯罪です。もしこのままにした場合警察に銃殺されます。このまま放置をしているとジャンプスケアが発生。ということでアニプレックスのアンチパイラシースクリーンでしたが、いかがでしたでしょうか。続いてはテレビ幻想郷のアンチパイラシースクリーンを見ていきたいと思います。続いてはテレビ幻想郷のアンチパイラシースクリーン。一体どんな番組が放送されているのか見ていきましょう。どうやら東方幻想万華鏡というアニメが放送されているみたいですね。同人サークルによって作られたアニメだそうです。アニメの視聴を行っていると突然、この間の春が盗まれた異変も大概だったか。番組に異常が発生しフリーズ。
ご覧のチャンネルはテレビ幻想郷デジタルテレビジョンです。ただいま放送技術系統のトラブルのため放送が中断しております。このまましばらくお待ちくださいと、もやもやサマーズのナレーターっぽい音声でアナウンスが行われます。現在ご視聴の環境にて不正信号波が検出されました。現在上記に表示されているサポート番号とエラー検証番号をテレビ幻想郷放送技術サポートセンターもしくはテレビ幻想郷第2チャンネルへ本件で発生している事象をご報告してくださいますようよろしくお願いいたします。とマザー2の警察署の BGM とともに警告をされてしまいます。海賊版が検出されました。現在下記に表示されているサポート番号とエラー検証番号をテレビ幻想郷放送技術サポートセンターまたはテレビ幻想郷第2チャンネルへ大至急連絡してください。海賊版の作成は法律で禁止されています。ご視聴を続ける場合は最高の罰が与えられる恐れがあります。ご注意ください。海賊版がバレてしまいかなりピンチの状況ですが、視聴者はどうするのでしょうか。警告します。違法コピー及び海賊行為は法律で禁止されている深刻かつ重大な犯罪です。テレビ幻想郷放送技術センターへ直ちに問い合わせるか警察に連絡してください。著作権法に従って海賊版違法コピー及び不正受信行為を行うことは重大な犯罪です。テレビの電源を直ちに切ってください。このまま受信を継続する場合は最高の罰を与えます。このまま電源を切らずにいると絶望しか残っていません。犯罪者、非常に深刻な犯罪であるため、ハッキングの被害者になるのはやめましょう。テレビの電源を切らなければ、最高の罰を与えます。最高の罰であるジャンプスケアが待っています。可能性は無限大、テレビ幻想郷ということで、今回は様々な映像コンテンツのアンチパイラシースクリーンを見ていただきましたが、いかがでしたでしょうか。この動画が面白いと思ったら、ぜひともチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。おつとみ。